海と日本プロジェクトはみんなで海について考え未来へ引き継ぐアクションの輪を広げることを目指しています。高校生が地域の海が抱える課題をオリジナルの缶詰で解決するアイデアコンテスト、ローカルフィッシュ缶グランプリ。2022年度の最優秀賞に輝いたのが鳥取県の境港総合技術高校です。境港天然本マグロのホルモン煮込みです。最優秀賞に輝いたオリジナルの缶詰、マグロの胃袋を使った牛のホルモン煮込み風の一品です。境港が全国でもトップクラスの水揚げを誇るマグロ、しかしその内臓は需要が少ないという課題がありました。飼料や肥料になってしまい、なかなか食べられないものだったりするので、地域貢献にもなったと思うし、今後も自慢できることだなと思いました。地元の飲食店などと協力して作られた缶詰、あまり食べられることのなかった胃袋を使用し、マグロの新たな可能性を生み出すことになりました。水産の課題とか地域の課題をここで高校生たちと一緒に考えて、で大人がサポートして一つの成果になる、まあ、就職していってやがて消費者になってっていう流れが循環していったらいいと思います。缶詰には皆さんの思いが詰まっているのです。胃袋は食べれるというその知識がみんなに身について、境港だけでなく他県や海外にまで広がるようになっていってほしいと思っています。高校生のアイデアが地元の水産業を盛り上げます。海と日本、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。